相変わらず荒い運転だな。急げって言ったのはあなたでしょ。乗ってないようだな、この任務。当たり前でしょ。どうやら間に合ったようだな。ミスターキルヒマン、警視庁の者です。お迎えに上がりました。用心深いことで。金のなる木だからな。警視庁にそれほどのお金はないわよ。警視庁にないのなら日本政府に掛け合うんだな。それだけ価値のある情報だ。どけと言うのに、いい加減にしてくれ。写真はやめろ。おじいさん、私なら構いません。お前は黙ってなさい。もういいだろう。記者会見は明日のレセプションでやってくれ。あらあら、どこかの女優さんかしら。西ガリーラが世界に誇る天才ピアニスト、ニーナ・シュテンベルグさん。世界を股にかける凄腕の情報屋さんが芸能情報にまで精通しているとは知らなかったわ。常識さ、日本人は文化的レベルが低すぎる。あ、それはそれは。さて、それではご案内願おうか。大野木、あんなものどうでもいい。それよりわしを。人が倒れたみたいだ。心臓病かな。個人みたいだぞ。それは大変だ。血を流してるぞ。おい、医者はいないのか。早くしろ。いいか。お見事でした、ヘルセン大佐。褒め言葉はいらん。だぜ。ねえ、あった？いや、ないぞ。ちゃんと見てよ。見てるよ。見落としてるんじゃない？見落としてない。そんなに気を落とすなって。明日になれば依頼がある。そんなのんきなことよく言えるわね。今日で連続48日も仕事の依頼がないんだぞ。これは裁判商事始まって以来の新記録だ。何、それは本当か。嘘や冗談でこんなこと言えるわけないでしょ。新記録達成おめでとう。今に街中ゴミの山になりそう。はーい、寮。お仕事お願いできるかしら。わお、レイカちゃん、やるやる。何でもお願いされちゃう。ダメ、お断り。あら、どうして。仕事を探してるんでしょ。たとえ飢え死にしようと商売敵の依頼は受け付けません。あはーら、人聞きの悪い。同業者って言ってちょうだい。ねえ、寮、私目が回るくらい忙しいの。
願い、助けて。それって共同経営者になるってこと？そう、身も心もね。だあ、ほんじゃすぐにホテルを予約しなくちゃ。どうしてそこへ繋がるんだ？だってお仕事仲間とはもっこり関係の方が何かとうまくいくじゃない。それならどうして私にはもっこりしてくれないわけ？え？とにかく私は反対ですからね。先に帰るから。ふん、香織さんとの間には何もないの。ってことは私にもチャンスはあるわけだ。気が向いたら連絡してね。あれもっこりはだめ。私の仕事手伝ってくれたらね。ヤッホー、海ちゃん。あら、板についてきたじゃん、その格好。へ、冷やかしならうせろ。あらららら、その言い方はないんでないかい？ほら、見ろよ、そんなんだから客が一人も来ないんだぜ。まずいんでいい、入れてくれ。お前の胃袋にはな、まずいのがお似合いなんだよ。ま、あいそうない。お、こんな店に来るなんて、なんて物好きな客。香りだ。なんだ、あいつここに寄ったのか。まだいる、幹と下にが。あミキさんってすごいんだ。大したことないわ。どう、かおりさんもやってみる？ダメダメ、私下手くそだから。あら、欲求不満がたまって発散したいって顔してるわよ。あじゃあちょっとだけ。はい、ありがとう。もっこり出たな、うすらとんかつの鈍感もっこり。そんなガナガナ死ね、もっこり。地獄へ落ちろってね。荒れてるようだな。その方が練習になるんじゃない？このスケベ下手、もっこりもげ。なるほど、少しずつ的に近づいてるようだ。冷めないうちに出したらどう？日本の地部、女ったらしい、恥さらしい。なんだかんだ言いながら香りのことをよく知ってるじゃないか、このスケベ大将。ふん、相変わらずまずいコーヒーだ。くらえ、天中の一発。やったじゃない、香りさん、命中よ。本当？やった、大当たり。お、ん？ああ、もっこし大当たり。なんて美しい、この世のものとは思えない。僕に会いに来てくれたんだね。あの、サイバさんですか？君誰だ？かけてくださる？何かあったのか？マキって、あの氷室隊長のお嬢さんの？私、ニーナと言います。
ウィーンで氷室真紀さんと一緒だったんです。あなたが伊集院さんですね。伊集院あっシロが。うせえ！あの、私何かいけないこと言ったのでしょうか。あ、いや、あの海坊主でいい。は？あ、はあ。もしかしてあなたニーナ・シュテンベルグさんね。ショパンコンクールで優勝した。はい、あさってからの日本と西ガリエラ親善チャリティーコンサートに今日日本へ着いたばかりです。マキさん、国立音楽院で頑張ってます。あそこはレッスンが厳しいことで有名ですけど、彼女いつも明るくて。あの、海坊主さんやサイバさんは私立探偵をなさっておられるのでしょう。私立探偵？まあ、似たようなものかな。どうやらマキちゃんの近況報告に来ただけじゃなさそうだね。マキさんに相談したら、海坊主さんやサイバさんに頼れって。探してほしいんです、父を。ん？え？父は私が生まれる前に死んだと聞かされていました。でも生きているらしいんです。私の母もピアニストでした。その母も5年前に病気で亡くなりました。でも死ぬ間際に言い残したんです。お前の父親は生きている、日本にいると。でも名前も顔も分かりません。今私のマネージャーをしている祖父に聞いても、お前の父親は死んだとしか、父を探す手がかりはこれしかないんです。母の形見のペンダントです。 J から S へか。 S はソフィア、母の名前です。手がかりはファーストネームのイニシャルだけ。無理は分かっています。任しておきたまえ。私は警視庁のある役人に何発も貸しがある。人一人探し出すことなど造作もないこと。だからそれまで俺の事務所で待っててよ。あのささ、行こう行こう。おい、こらりょう、待ちなさいよ。だもう。どうするファルコン。行く。彼女に何かあったらマキに申し訳が立たん。うわあ、面白さ。私も行かあった。これはどう説明する気だヘルゼン。キルヒマンを殺してまで手に入れたのがこんなゴミくずばかりとは。ボンダル大使、あなたが本国の指示だと言うから従っただけです。だがキルヒマンが極東における破壊工作の資料を警視庁に売り渡す動きがあると。キルヒマンのような用心深い男が重要な資料を自分で運ぶはずはないともご報告申し上げておいたはずです。しかし殺せとは指示しなかったぞ。やつはゴミ箱に小型の高性能爆弾を仕掛けた。あのまま生かしておいたら東ガリエラの破壊工作だと言い出すでしょう。警視庁に自分の資料を高く売るためにね。その責任取るつもりありましたかな。だがキルヒマンの資料が警視庁に渡ればわしばかりでなく君もただでは済まないぞ。ご心配には及びません。奴の資料はまだ警視庁に渡ってはいませんよ。何？するとどこに？以後の処理は我が情報部に任せていただきます。もちろんそこのあなたの部下ギュンター君にも外れていただく。情報部の赤い死神などと言われていい気になりおって、ただの殺人マシンではないか。いかがなされます。このまま手をこまねいて手柄を持ってかれてたまるか。ヘルゼンの動きを見張れ。やつに資料を発見させて仕上げは我々がすればいい。ヘルゼン大佐、いかがでした？キルヒマンは持ってなかった。新任の大使というのは本国に対してこう焦るものでございますからね。
キルヒマンが接触した相手は分かったか。はい、どうやら西ガリエラのピアニスト、ニーナ・シュテンベルグのマネージャー、クラウス・シュテンベルグらしいです。クラウス・シュテンベルグ。はあ、現地では同氏が確認作業を急いでおります。直に結果が届くかと。そうか、クラウス・シュテンベルグが。何ですって？人を探してくれ？それどころじゃないわ。私今とんでもない事件を抱えて頭が痛いのよ。悪いけどお断り。そりゃないんでないの？はっ、ならいい。今すぐ貸しを返してもらいに行く。その私今日体調悪くて。そうだ、麗華にさせるわ。あの子そういうの得意だから。一発じゃなくて仕事よ。麗華ちゃん、しかし彼女も目が回るほど忙しいって。本当に本当に大丈夫ね？大丈夫よ。ねえ、その分私のもっこり一発引いといてね。そのうち二三発まとめて払うから。じゃあね。あらあら、私何か変なこと口走ったかしら。あ、頬の方。ああ、自己嫌悪。ニーナちゃん。はい。君のお父上は必ず見つけてあげる。今日は安心して泊まってきなさい。バカ言わないの。ニーナさんは有名人よ。忙しくて泊まってなんか行けるわけないでしょ。いえ、香織さんやサイバさんさえよかったらお願いしたいんです。でも。わーい、やったやったー。これでお父上探しにもやる気が出るってもんだよ。やったやったやった、ラッキー。ニーナさんが日本食がいいって言うから作ってみたけど、お口に合うかしら。わあ、天ぷらとお刺身、綺麗。香織さんと料理得意なんですね。買ってきたもの並べるのうまくて。一言多いんじゃないの。すみません。さあどうぞ、遠慮なく食べてくださいね。はい、いただきます。美味しいです。それはよかった。どんどん食べてくださいね。おかわりか。はい。お前さ、少しは遠慮しろよな。飯食ってくだけでもずうずうしいんだから。あら、サイバさんなんてうちのお店へ来て一度もお金払ってくれたことないわよね。うん。その分今日は遠慮なく食べてってね。はい、海坊主さん。この人たちに任せて本当に大丈夫なのかしら。サイバさんって頼りなさそうだし、海坊主さんって怖そうだし、もうまきったらどうしてこんな人たちを紹介してくれたのかしら。ニーナちゃん。はい。あら、お箸がうまく使えないのかな。りょうちゃんが教えてあげるよ。いえ、大丈夫です。いいからいいから。あ、大変だ、すぐ拭かなくっちゃ。あ、拭き拭き。己の頭は雑巾か。あ、シミになっちゃうわ、着替えなくっちゃ。でもサイバさんは。あ、りょうならいいの、いつものことだから。さ、早く。はい。いいの、ファルコン、ほっといて。香りがついてる。それもそうね。はい、私のだけど合うかしら。すみません、大丈夫だと思います。客待ってりょうちゃんの部屋の隣なのよね。突撃。ここだけじゃないもんね。最高。あれ、
どうしたんだ。ダグ、当たったらどうするのよ。どうですか。はい、ウエストはちょっと緩いけどズボンの丈はいいみたい。胸がちょっときついかしら。私よりスタイルいいわ。ねえ香織さん、シャワー借りてもいいかしら。やっぱりベタベタするわ。もちろん、どうぞどうぞ。胸ってどうやって鍛えたら大きくなるのかな。はい、これタオル。寮の覗きなら大丈夫。私がドアの外でしっかり見張ってるから安心して入ってね。はい。まだまだ甘いな香織くん。ガラス越しもええな風情があって。まあでもやっぱりガラスはない方が。ニーナ君、さあ下着とともに恥じらいの心も脱ぎ去ろう。どこまで日本の恥をさらす気だこのもっこり大将。どうせ私はベチャパイベチーだわよ。悪かったんだ。何わけのわかんないこと言ってんだお前。しばらくここで頭を冷やしてろ。香織ちゃん許してよ。もうしないから。今夜はもう心配なさそうだ。ニーナちゃん、助けて、下ろしてよ。香織さん、シャワーありがとう。あら、どこ行ったのかしら。後ろ姿が母にあまりにも似ていたものだから。え、あ、男に間違えられたことはあったけど母親って言われたのは初めてだわ。いえ、違うんです。え、母は私が父のことを聞くといつも寂しそうに背を向けて月を見ていたんです。母は父を愛していたはずなんです、とっても。でもきっと何か訳があって別れなくてはならなくなったんです。私何訳のわからないこと言ってんでしょ。そんな母と香織さんが一緒だなんて。それはその、もしかして香織さん、あなた冴羽さんが好きなんじゃないんですか。バカ言わないで。あんなスケベ、仕事のパートナーってだけの関係よ。そうですよね、そんなはずないですよね。冴羽さんってすごくスケベなんですものね。初めて笑った。あら、どうしてかしら。なんだかわからないけど冴羽さんのとんでもない行動を思い出していたら急におかしくなって。あいつってあれで意外と計算して行動しているとこあんのよね。香織さん、でも今夜は泊まっていくのよした方がいいみたいね。いいえ、私信用しますわ冴羽さんのこと。あれを見てもそう言えるかしら。冴羽さん、己はまだ懲りんのか。ちょっとバカし強烈すぎるんでないかい。ガク、日本には君子もっこりに近寄らずということわざがあります。豪に言っては豪に従えと言います。今夜はホテルへ帰ります。警察か。ニーナは見つかったのかね。私です、おじい様。ニーナ、今どこにおるんじゃ。ごめんなさい、心配かけて。
でも日本へ来てどうしてもやりたいことがあったんです。何じゃと？コンサート以外に何があるというんじゃ。パパを探したかったの。何？ニーナ、お前。いや、いかん。そんなことは絶対に許さんぞ。明日のレセプションは、明後日からのチャリティーコンサートはどうする気じゃ。ご心配なさらないで、おじい様。これからホテルへ帰ります。はい。パパを探すじゃと。バカな。やはり日本へ謎来るのではなかった。誰じゃ。ルームサービスです。ルームサービス、そんなもんは頼んどらんぞ。なんじゃお前は。実は私、コンサートまでは身を隠して父を探そうと思っていたんです。おじいさまに知れるとやめろと言われるの分かってましたから。それがこんな形でおじいさまのところへ戻ることになっちゃって、本当ごめんなさい。いいえ、これでいいんです。もともとあれだけの手がかりで父を探すことなど無理なんですもの。ただ何かしないではいられなかったんです。ニーナさん、わしをどうしようというんじゃ。この先である人物に会っていただくだけだ。ある人物。おじい様、どちらへ。ニーナ。ごまかせ。ニーナ、お前は部屋へ戻ってなさい。はい。とんだ邪魔者だ。まあいいだろう。こうなったら全員付き合ってもらおうか。そいつは困るな。何？リョウ、サイバスさん。ニーナちゃんとはもっこりの約束がある。ナイト気取りかね。状況が全く分かっていないようだな。撃てるもんなら撃ってみるんだな。何？サイバスさん、そんな。違う。今までのサイバさんとは、この人は一体。どうした？その銃は飾り物か？ほざくな！バカな！こっちは銃を抜いていたの。無駄が多いんだ。さて、ただの強盗じゃなさそうだ。訳を話してもらおうかな。あ、リョウ、逃げちゃうよ！動くんじゃない！ヘルゼン大佐、申し訳ありません。言い訳はいい、行け。はハルコンか。あの男、危ないところだったな。礼くらい言ったらどうだ。余計なことを。それよりなんでここに現れたんだよ。お前のような野獣、話し飼いにしとける。なんだと。うわ、ああ、あんたこそどうしてここにいるの。聞く。私はこのような事件が起こる事態を素早く察知し、狭いトランクに忍んできたのだよ。ん、ね、ニーナ、来なさい、戻るぞ。おじい様。ああ、ニーナちゃん、待って待って。あの、こんなことがあったし、危ないからボディガードしてあげる。あの男はプロだ。何か心当たりは。ない、もう帰ってくれ。おじい様、さっきのようなことがあって黙って帰るわけにはいかないんでね。は、勝手にしろ。もうあしゃ寝るぞ。おじい様。
お前も早く寝なさい。明日はレセプションがある。すみません、皆さん、祖父は頑固で。何、気にすることはないよ。ところで海坊主、うん、俺たちのような一流のプロがボディーガードに2人も必要ない。ここに2本のマッチがある。赤いマッチを引いた方が今夜ここへ残るんだ。さ、引け。ああ、外れだな。ということは今夜は俺が残ろう。じゃあ寮の分私がお引きいたしましょう。ああバカ、俺のはいいんだよ。これよせよ。あら残念、寮のも外れだわ。え、あら、わあ、手の中で折れてる。もう一回やり直そうよね。おやすみ。ここは私と海坊主さんで大丈夫。はいはい、バレちゃ仕方ないよな。寮ちゃん帰ってねよ。やけに素直だな。おお、ヘルゼンがクラウス・シュテンベルグをな。すると奴がもう一度接触した時は間違いなかろう。その時は。は、分かっております。お任せを。どういう風の吹き回しかしら。寮が訪ねてくれるなんて。レイカにちょっと調べてほしいことがあるんだ。何話してんだ、聞こえないな。報酬はきちんと払う。俺はサイコとは違う。最近お金には不自由してないのよね。いいことだ。金は多くのことを可能にするが、恋は全てを可能にする。報酬は俺のもっこりで払おう。いいわ。まずムードを盛り上げるのにホテルのバーでカクテルなどどうかしら。賛成よ。あれ、おとなしく引き下がったと思ったらこういうことだったんだな。私用を思い出したからまたね。リョウ、優しくて綺麗な香りちゃん、下ろして。寒いよ、死んじゃうよ、リョウちゃん。わないわね、拭きなさいよ。悪うござんしたね。何しろ一晩中裸でぶら下がってましたからね。当然の報いよ。りょう、駐車場は地下でしょ。入れといてくれ。りょうちゃん風邪ひいてんの。売店でお薬買ってから行くから。どうだか分かったもんじゃないけど、まあ仕方ないか。魅力的な男だわ。危険だけど。紗英子、どうしてここに。キルヒマン殺しを探っていて彼に行き当たったってわけ。あの男を知っているのか。東ガリエラの情報部大佐、ヨハン・フリードリヒ・フォン・ヘルゼン。赤い死神と呼ばれ、東側では並ぶ者なき凄腕と言われているわ。まともにやり合ったら寮でも負けるかもよ。俺の腕も随分と見くびられたもんだな。俺のもっこりがあんな中年スケベヒゲに負けるわけはない。あ、どういう思考回路してんだこいつ。何をしとるんだ、みんな待ちかねとるぞ。はい、すぐ参ります。から、お先に。お前、バタ行ったぞ。
これから帰るところだ。あとは任したぞ。なあ、こら待て。俺をこのままにしていくとは。おい、遅い。何をしとるんだ。女ってのはどうしてこうなんじゃ。まったく。 お久しぶりですな。お前はヘルゼン。キルヒマンから預かったものを渡してほしい。何のことだ。クラウス、あれはあなたが持っていても役に立たん。このままではニーナにまで危害が及ぶかもしれん。昨夜わしを襲っておいて何を言う。失礼はお詫びする。もし渡してくれれば、あなたやニーナの前から姿を消す。そして二度と現れない。ニーナが目的ではないのだな。もちろんだ。いいじゃろう。私たちが帰国するとき、預かったものを東ガリエラ大使館に送ってやる。だから早く消えろ。二度と私たちの前に姿を見せるな。約束しよう。ニーナ、お怪我はありませんか、お嬢さん。はい。すみません、私慌て者で。明日からのチャリティーコンサート楽しみにしていますよ。はい、ありがとうございます。悲しい目でも、この優しく包み込むような懐かしい感じは。あなたは。お引き取りを、ミスターヘールズデン。それでは失礼します。ニーナ、何をしておる。皆さんがお待ちかねだぞ。おじい様、今の方はどなたですの。ただのファンじゃ。さあ来なさい。申し訳ないが、おとなしく付き合っていただきたい。怪我をしたくなかったらね。おいしい。さすがだわ。それにしても寮はどこ行ったんだ。なんだって。お二人がどこにもいない。なんだバカな。もう一度探すんだ。どうしたんだ。見当たらないんだってさ。まさか寮のやつどっかへ連れ出したんじゃ。ああちょっと、これ美味しいから残しててちょうだいよ。あ、はい。キルヒマン狙撃見事だった。世界中に情報網を持ち、東西両陣営に重宝がられていた情報屋だったが。何のことを言っているのかわからんね。そうかしら。キルヒマンから摘出した弾よ。ナガン M1895 から発射されたものね。専用実砲は 7.62 ミリナガンと呼ばれるセンターファイヤー弾。弾の発射速度の低下を防ぐためのガス圧漏洩防止装置付き。今では非常に珍しい拳銃だわ。そこまで分かっているのなら逮捕したらどうかね。外交官特権がなければね。一つ質問があるわ。あの爆発もあなたの仕業かしら。あれはキルヒマンが仕掛けたものだよ。自分の資料を警視庁へ高く売るためにね。何ですって。そんな。キルヒマンは今回の仕事を最後に引退を考えていた。そこで手にした資料を経済大国日本に高く売りつけようとした。そのためには手段を選ばん男さ。死んで当然の男だ。ま、あんたの狙撃のおかげで爆発による死者が出なかったのは礼を言うべきかな。それよりも君は誰かに狙われる覚えはあるのかね。ま、りょー、そこへ直れ。なんだよ。大
黙れタコ、ニーナさんをどこへ連れ出したんだ。会場は大騒ぎよ。何どなのあれ、なんだかね。これはどういうことだ。わしはヘルゼンと約束した。車を止めろ。お静かに願いたいですな。ハンドルを切り違えたらお孫さんは二度とピアノを弾けなくなるかもしれませんよ。あれか。ヒートか。彼女に残酷シーンは見せたくない。失せろ。オーバーヒートとは安全な止め方だ。怪我は？ああ、大丈夫だ。ニーナがショックで気を失っただけだ。なぜ東ガリエラの連中はあなたをそう付け狙うんです？そんなことは奴らに聞けばいい。キルヒマンから何か預かったんじゃない？知らん。空港でキルヒマンを狙撃したのはヘルゼンだ。何？日本の警察はなぜあんな奴を野放しにしておくんだ？そうでも、わしは確かにキルヒマンからあるものを預かった。内容は知らんが、日本の警察が喉から手が出るほど欲しがるものだと言っていた。それをくれてやる。だからヘルゼンを牢へぶち込んでくれ。ヘルゼン？クラウスさん、その預かったものはどこに？ヘルゼンの逮捕と交換じゃ。残念ですけど、彼には外交官特権があって手が出せません。クソ、あんたはその道のプロだろう。奴を殺してくれ。殺してくれたら金は好きなだけくれてやる。そんなにヘルゼンが憎いのか。やるのかやらんのか。ヘルゼンを殺したいのはニーナ君のためか。ニーナは関係ない。そうかな。ヘルゼンはニーナ君の父親じゃないのか。いい加減なことを言うと許さんぞ。ヨハン・フリードリッヒ・フォン・ヘルゼン。ファーストネームのヨハンは J-O-H-A-N-N。 ニーナ君の持っているペンダントのイニシャルと同じだ。
偶然だ。そうかしら。霊感。どういうことなの？実は寮にミスターヘルゼンのことを調査するよう頼まれてたの。じゃあ寮が霊感さんとこへ行ってたのは。ま、そういうこと。ヨハン・フリードリッヒ・フォン・ヘルゼン、彼は20年前東ガリエラの大使館員として西ガリエラに駐在しているわ。彼はソフィア・シュテンベルグ、つまりニーナさんの母親のコンサートに熱心なファンとしてひっきりなしに出かけていたみたいよ。話してもらえるかな。あれは20年前東西ガリエラの緊張緩和の親善パーティーだった。二人の新任の大使館員を紹介された。二人ともピアノに素養があり、娘ソフィアの大変なファンだということだった。やがて娘はそのうちの一人と付き合うようになった。それがヘルゼンだ。ソフィアは利用された。奴は娘を隠れ蓑にしてスパイ活動をしていたんだ。娘は当然のごとく捨てられた。そしてニーナが生まれた。あの人が、あの紳士が私の父。ああ、分かっとる。明日からのチャリティーコンサートは予定通りやる。翔平元の顔は潰さん。今日も元気だ、もっこり体操。一、二、三、四、五、六、一、二、二、二、三、四、五、六、一、八。やっと。あ、この気持ちのいい眺めは。やおはよう。おはようって、もうお昼過ぎてますよ。ニーナちゃんは眠れなかったのかな。目が赤いようだけど。え、そうかしら。サイバさん、なぜ父は母を捨てたのでしょう。ん、昨夜の話聞いてたの。ま、隠していてもいずれ分かることだから、ま、その方がいいか。サイバさん、父は本当に母を利用していただけなんでしょうか。私にはどうしてもあの方がそんなことをしたとは思えないんです。あったのか、彼に。はい、昨日ホテルで。あの方、いえ、父はとても優しい目をしていました。でも悲しいくらい寂しい目も、私にはよくわからないんです。じゃあ信じるんだね。男には愛しているがゆえに別れなくてはならないこともある。私そんなの嫌です。好きな人とはずっとこうしてそばに。ん、腹減っちゃったな、リオちゃん。今日のブランチは何かなっと。うわー、やばいやばいやばい。シティハンターだと？情けない。おめおめ逃げ帰ってくるなぞ。申し訳ありません。こうなったら仕方ないな。奴らを使うか。大使、それは。黙りたまえ。君もそのざまでは他に手はなかろう。すぐにでも指導を要請したまえ。あ、わかりました。まったく、どいつもこいつも出世の足を引っ張りおる。天気ね。Thank you.
練習すれば誰でもこれくらいはできるよ。やってみるかい？サイバさんって拳銃握ると顔つき変わるんですね。いつもは頼りなくてスケベなのに。そのスケベっていうのやめて、もっこりって言ってくれないかな。スケベともっこりって違うんですか？いや、それはその、こうやって簡単に聞けたらいいな。ママと別れたわけを聞いてみたいの。もう一度会って聞いてみるといい。コンサートツアーが終わるまでに会わせてあげよう。え、本当ですか？ああ、約束しよう。だから、手付けの一発を。はい、バーッ。どうしてこんなものニーナちゃんが？あの、カオリさんが。行くぞ。君はここにいるんだ。なんだお前たちだ。うわっ、素人相手に大げさすぎたようだな。大佐、どうやらボンダル大使は特殊部隊を出動させたようです。バカなこと。君のおじいさんは必ず救出する。安心して待ってるんだ。すみません、私たちのために香織さんが危険な目に。これが俺たちの仕事だから。その度に斎場さんが助けてきた。香織は俺のパートナーさ。羨ましい、香織さんが。うん、斎場さん、私も連れて行ってください。これは俺の仕事だ。そして君は今日からのチャリティーコンサートを成功させることが仕事だ。いいね？はい。ただ君とミスター・ヘルゼンを会わせるという約束は果たせなくなるかもしれない。ええ、仕方ありませんわ。君のペンダント貸してもらえるかな？マイクロチップ、やはりここか。そんなところにあったの。サエコ、渡してくれと言っても無駄でしょうね。
しても吐かないつもりかね。くどい、知らんと言ったら知らん。仕方あるまい。せっかくヘリにぶら下がってきてくれた勇敢なお嬢さんには申し訳ないが、これでお別れだ。え、やめろ、この子は関係ない。どこだ。それはペンダントだ。キルヒマンの資料はクラウスの孫の持っているペンダントの中にある。ヘビデン貴様、嘘だ、いやさ、嘘言っとる。ならばどこにあるのかね。この人でなしみ、わしらをどこまで苦しめれば気が済むんじゃ。ボンダル大使、約束が違うのではないですかな。貴様がいつまでもノロノロやっとるからじゃ。隊員も訓練に飽き飽きしておったところでな、いい実戦と楽しみにしておったが、少々拍子抜けしたわい。彼の腕を見くびらないことだ、ライプニッツ隊。後で痛い目を見ることになるぞ。ふん、臆病者め。赤い死神も今やふぬけか。ヘリの行き先はここだ。やっぱりここだったのね。ヨーロッパの大富豪が趣味で始めたという触れ込みの豪華なアスレチッククラブエトランゼ。東ガリエラはこの場所を隠れ蓑にして特殊部隊の訓練をしていたと思われるわ。警視庁ではすでに目をつけていたってわけだ。証拠がないの。だから手は貸せないわよ。不便なもんだ、警察ってのは。ま、俺には関係ないがね。必要ないかもしれんが、ペンダントは預かっておこう。サイバさん、待ってください。一つだけ聞かせてください。なぜあなたは今まで香織さんの気持ちに応えてあげなかったのです。うん、女は一生恋愛していられるが、俺は時々しかできない。だから父も母と別れたと。いや、彼は優しすぎたのかもしれん。俺よりもね、信じてやることだ。自分だけ楽しもうってのか。分けてやるほどお人よしじゃないんでな。ふん、欲張りなやつだ。ま、もしかしたらおこぼれがあるかもしれん。運転をしてくれたらな。贅沢は言わん。最近運動不足でな。遅かれ早かれ言わざるを得なかっただろう。ライプニッツ隊員の手にかかればね。だがそれではニーナが。彼らが動くのは明日だ。少しは時間が稼げる。ミスターサイバーが来るまでな。どういうこと。ああ、やめろ、純之助め。電波発信機だな。知ってました。やだ。待って、あなたはなぜソフィアさんと別れたの。ニーナさんとっても悩んでるわ。父親が母親を愛してなかったんじゃないかって。知ったのか、ニーナは私のことを。どうなんです。私は待っている。ミスターサイバーがここに来るのをね。それによって私とソフィアの答えが出るかもしれない。え、私はパパやママを、そしてあなたを信じます。信じてコンサートをやり遂げます。何事だ。報告します。
2名の侵入者であります。侵入者？ふん、ここを嗅ぎつけたのは褒めてやるが、飛んで火にいる夏の虫だ。生かして返すな。まあ派手なお方。これで借りはなしだ。まだ仕留められんのか。はあ、思ったより手を空く。こちらは負傷者続出です。なんて奴らだ。ライプに伝え。うん、大丈夫なんだろうな。手こずっているようだが。ご安心なさい。強いと言ってもたかが2名。我が隊の敵ではありません。そうか、頼むぞ。外が騒がしいみたい。リョウだわ。リョウが来てくれたんだ。もう大丈夫よ、クラウスさん。なぜそんなに明るくしてられるのじゃ。え、怖くないのか。自分を不幸だと思わないのかね。怖い。本当は死ぬほど怖いわ。でも不幸だなんて思ったことない。信じてるの。必ずリョウが助け出してくれるって。ソフィアを不幸にするつもりか。ソフィアはピアノ以外、お前たちのような硝煙渦巻く汚い世界のことなど何も知らない子だ。あの子の本当の幸せを願っているなら身を引け。このまま去れ。いいか、これ以上ソフィアにつきまとうようならお前を撃ち殺してやる。わしは間違っていたというのか。残しとけよ。さっさと香りを助けに消えろ。
ってめちゃくちゃなやつだ。ヘルゼン大佐、誰か来る。ゼロ、お前たちの仲間のおかげで組織はめちゃめちゃだ。当然よ、もう私たちを盾にしようったって無駄よ。ならばここで死んでもらうだけだ。まだ懲りていないようだな。リョウ、やっぱり来てくれたのね。来るな。香りに怪我を負わせたら貴様を生かしてはおかない。脅かしたって言ったんだ。銃を捨てろ。クロスさん、クソ。両手とも銃を握れなくなってはデスクワークにでも回してもらうんだな。すまない、おかげで助かった。いや、あれ式のこと。さあ、長居は無用だ。はいな。終わりだ、もう何もかも終わりだ。みんな一緒にぶっ飛ばしてやる。答えを見つけたい。私はソフィアを愛していた。愛していたがゆえに彼女を不幸にしたくなかった。ソフィアを東ガリエラへ連れて行くこともできた。彼女もそれを望んだ。だが私は彼女を血と荘園に満ちた世界へ引きずり込みたくなかった。
ソフィアのお腹の子のためにも私が身を引くのがベストだと考えた。だが今君たち二人を見ていて、それが正しかったかどうか迷っている。結果的にこうしてクラウスやニーナを巻き込んでしまった。私はどちらが正しいのか答えを見つけたい。受けてくれんか。ヘルジェン、もういい、やめてくれ。全てはこのわしが悪いんだ。間違っていたのはこのわしだ。クラウス、あなたのせいではない。あの時あなたに言われるまでもなく、私は身を引く決心をしていたのだ。ヘルジェン、やめて。こんなの変よ、間違ってる。そうでしょ、リョウ。受けよう。リョウ。立ち会い人は海坊主が務める。いいな。結構。そんな、どうして二人が打ち合わなくちゃいけないの。頭でいろいろ考えすぎたらしい。羨ましい君たちが。助けてくれ。なんということだ、エルゼン。だいぶ派手におやりになったようですな。誰だ貴様。大威厳、そいつは何者だ。わしの部屋に断りもなく。こちらは本国の国家保安委員会特別調査局のシュタイナー局長です。特別調査局。申し開きは本国でしていただきましょう。まあ今回のミスで強制収容所送りは免れないだろうがね。強制収容所。ヘルゼンが殉職か。彼とは同期だった。惜しい男を亡くした。今頃は天国でソフィアと一緒だな。幸せなやつだ。
いろいろお世話になりました。元気でな。これを返しておこう。君の母親の形見がこんなことになってすまない。いいえ、これのおかげで財閥さんだけでも助かってよかった。私が入り込む余地などとてもない。これでいいんだわ。これで。たった今連絡が入ったわ。東ガリエラはミスターヘルゼンの死を確認したってね。そうか。香織さんには財閥さんがいる。でも私にはもう何も。お前が驚くのも無理はないな。私も気がついた時は病院のベッドの上だったんだよ。でも財閥さんたちは何も。騙すつもりはなかった。だが東ガリエラが私の死を信じるまではお前にも話すわけにはいかなかったのだ。情報員としての私は死んだ。東ガリエラにもう私の帰るところはない。そんな、私は分からない。突然で。これから時間は十分にある。ゆっくり20年分取り戻そう。信じられない。夢じゃないのね。本当にパパなのね。勝負はどっちが勝ったことになるの？さあな、あの二人にとって勝ち負けは問題じゃなかったのかもしれん。二人ともプロとしては失格だ。ま、少なくとも量をやれるのは俺くらいだな。さすがね、量。弾の火薬を少なくし、あばら骨にショックを吸収させて心臓の手前で止めるなんて。一歩間違えてたら危なかったわ。一か八かの賭けだった。中途半端では奴らに気づかれる恐れがあったんでな。あ、そうだ、サイコの欲しがってたマイクロチップだ。捨ててちょうだい。もうそれは必要なくなったわ。ごめん、リョウ。私ドジで迷惑ばっかりかけて、パートナー失格だね。お前がヘリに飛び乗っていなければ行き先を突き止めることはできなかった。立派に合格だ。リョウ、ミスターサイバー、私の答えは出た。しかし君たちの答えはこれからだ。